クリームスキミングとは、企業が高価値をつけたり、低コストな顧客のみに製品、またはサービスを提供し、利益の少ない顧客を無視するという、ビジネス観光を指す、無別的な概念メタファーである。手動の遠心力を利用して、クリームをミルクから分離する、クリームセパレーターこの用語は、分離器を用いて生乳から比重が軽い成分を抽出するクリームの製法に由来している。 すなわち、クリームは、生乳の上積みをすくい取って作られるのである。ビジネスにおける、クリームスキミングの意味するところは、一部のサプライヤーが、収益性が低い顧客を捨ておく型業者に押し付けて、収益性の高い顧客、すなわち、クリームを囲い込むことである。収益性が低い顧客に供給を行う業者は、一出利益を補うために価格を引き上げざるを得ず、 ますます水を開けられることとなる。クリームスキミングの悪影響が実際に起こるかどうか、あるいは限られた状況でしか起こらないかどうかは、未だ議論の余地がある。この用語は、教育バウチャーの概念に関連して使用されてきた。教育バウチャーは、より良い生徒を、成績の低いやあるいは、標準以下の修立学校から空いている、インデペンデントスクールに、親が転校させることができるもので、 逆に、より悪い生徒ばかりが修立学校に泊まり、状況をさらに悪化させることとなる。例えば、MCI とスプリントの長距離参入は、AT&T から非常に価値の高いビジネス顧客や一部の住宅顧客を奪うことになり、AT&T は主にサービスコストの高い顧客や収益性の低い顧客を抱えることになり、AT&T のべての顧客がより多くの料金を、 支払うことになると考えられていた。これでは、高価格帯の通信事業者から低価格帯の通信事業者に移る顧客が増え、縮小する収益基盤で上昇するサービスを提供コストを補うために、さらに値上げを余儀なくされるという悪循環に陥ることも考えられる。結局、様々な技術的変化が、最終的にほとんどの長距離電話の純コストが下がったため、 懸念された事態は実際には発生なかった。米国郵政公社は緊急ではない第一種郵便物の配達を独占しており、配達は時間に敏感ではない。また、顧客が所有する郵便受けを使用して、顧客の郵便を配信する独占的な権利も有する。つまり、家のドアや縁石、顧客の建物のフロントロビーにあるような郵便受けは、 顧客が所有しているものであり、郵政公社が所有しているものではないにもかかわらず、法律上郵政公社のみが郵便物の配達に使用することができるということである。この法律が施行されているのは、郵政公社がこの独占権を持たない場合、他の競合する郵便配達業者が事業の最も儲かる部分を抑えてしまい、郵政公社のサービスをより高額にしてしまうと、 考えられているからである。用語解説国土交通省。ありがとうございます。